先輩、これからよろしくお願いします。ありちゃん、そうや。先輩、炎上の回避の仕方は。赤いピンした人がピンタ。ピンタ。さあ、おもろデブ、キレショーバカ、DM バカでしょ、だって。人間もやめてる場合はそうだな。なんか知ってますか、僕の扱い。夜中に散歩してたら前から2人組のチャリが走ってきて、俺の横通るときは何も言わないの、うん、通り過ぎて20メートルぐらい進んだら大爆笑の声が聞こえてくるんだよ、後ろから。やだね。嫌でしょ。嫌なやつだよな。でしょ、あの朝とか日中散歩するとでかいから嫌だなって思って真夜中にしてたのに、真夜中静かだから笑い声が聞こえてくるんだ。俺マジ走って追いかけようかと思ったわ。怖先に笑ったらいいんじゃない。じゃあもう通り過ぎる。怖すぎるだろそれ。してたいんじゃない。夜中の3時、185センチ、140キロ、デブ、ジャージ、化け物だよ多分。アリキはもう人間じゃないんだ。僕はもう人間じゃない。いつからそんなになっちゃったの。小6。だいぶ早いね。俺の卒業写真見たらわかる。小学生の中に中学生みたいのが混ざっとる、一人だけ。でも二十歳のやつは知ってるよ、アリケンの。あの時が一番バケモンやね、多分。車からなんか覗いてるやつ。初めてお酒飲んでニコニコになってる俺。キルジョイ楽だな。楽するな。楽するなお前。だからお前は人間じゃなくなってしまったんだ。キルジョイの化け物が。人間の肉。やばい。人間じゃないものに。おはよう、さくらさん。ちょっと待って、みんな待って。ちょっと待って。先輩、これからよろしくお願いします。先輩、これからよろしくお願いします。アリちゃん、そうや。すごいな、先輩、よろしくお願いします。そうだ。後輩やん。ほんまや。まず手始めに、炎上の回避の仕方を聞いてもいいですか。炎上の回避の仕方は、謝らない。なるほどね、謝ったら負けと、はい、認めないってことですか。認めません。なるほど。いや重いぞこの先輩の言葉は。そっか、やっぱ謝るとダメなんだ。謝ると認めることになっちゃうからね。でも謝らないと謝らないで、なんで謝らねえんだってなんじゃないの。いやもうね、リドルはもう最先端なの。もう考えがアメリカなの、やっぱ日本の考えは古い。アメリカの人もなんか謝らないんでしょ。そうだ。なんからしいよ、謝ったらやっぱ認めることになるから。初めて聞いたけど。日本特有らしいよ、謝んのってすぐ、ね、あ、そうなんや。謝りすぎか。じゃあ何が悪いんを口癖にしていこう。俺らはリドルの中に広めていくわ。じゃあアリケン間違ってる。そのピック間違ってます。何が悪いね。謝れ。ごめんなさい。はいはい、炎上回避。はい、セーフ。はい、結構 B よね。相手エコだよ。ちょ、ここゆっくりした人があれね。いいよ。ピンタ。ピンタ。ピンタした。落とそうかな。やだな。ご褒美の場合もあるんだな。申し訳ねえ。あー痛い。これレイズ。待って待って、こっちは待ってください。こっちは待ってください。ダメのことピンタして誰か。あー痛い。こら。俺も一発。ダメの IGL もなかなか良かったと思うんだけどね。最高やったもん。いやー最高やったよ、お姉さん。そうだよね。一人褒めてくれない。ゆふなもアリケンもさくらさんも褒めてくれたのに。ナイス。いやうわうわうわ、じゃあやっとこうかみたいなノリやろ。そういうのをね、女の子一番傷つくんだよ。今の良くないな。ファーストブラッド Q は違うな、やっぱ。こういうとこだけ女の子出してくんな。俺はそんなに甘くない。男も女も同じ目で見てる。うわ。その場合。じゃあちょっと、あざと二人きりなの。これからやめようかな。気をつけろよ。ちょっと。ブちょっとあざとの手、俺も考えないよ。俺も飛んだ展開じゃないよ。あざさんならいいかも。俺もまあまあもう5回は惚れてるから、まあ全然ええけども。まあ俺もあざならいいな。俺がお前ら嫌だ。でも言ってくれよ。イケメン行くわ、じゃあ。じゃあこの世界に3人しかいなかったら誰選ぶ？桜さんでしょ、そんなの。ちょっと待って。おいおい。なんでなんでなんで？おもろデブとキレショーバカはいらないよ。でもあれだよ、俺は分裂できるよ。俺分裂。俺の中の認識、この3人の男だと、そうだよね。おもろデブ、キレショーバカ、DM バカでしょ、だって。だからそんならもう桜さんが一番マシでしょ。まだマシか。DM バカ。バカではあるか。まあそうね。まあね。なんかろくなことないな、じゃあこの3人。
そうね、だから残り物スーパー 75% でもいいよ。まあそれか、まあ俺らがアジャをぶっ潰すかだよ。そうだね。怖くない急に。孤独しよう、孤独。サスペンス始まったやん。あげるわ、俺多分。チャンピオンズ版だと拾って。どれ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 。あー、間に合わん。はい、間に合わん、勝った。はい、惜しい。悪い。まあ俺、でも買えるよ。持ってるよ。え、持ってるのちょうだい。いいよ、アリケンが持ってても一生引かないんだから。うわ、そういうこと言う人嫌いやな。嘘嘘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 嘘ラムおじょ…そうかもしれないわね。あらあら、ちょっと無理じゃないかな。ごきげんよう皆さん。ちょっと厳しいか。いかがお過ごしですか。もしもし、あー、こんなところにアリケンさんじゃないですか。あら、マダムザラムチ様、どうもこんにちは。ごめん遊ばせ、おほほほほほ。ごきげんよう。ごきげん、最近新しい香水が出たの知ってます？どこのですか？フローラルの香りでリンゴの匂いがするらしいですわ。でもお高いんでしょう。あら、あなた何を言ってるんですか？あなたのお父様は国会議員じゃないですか？お金だ、いくらでも持ってるでしょ。どうしたこいつ。はい、俺の勝ち。お父様早くマッチングせんかな。私のお父様全然苦しかったな。お小遣いが来る。あら、何を言ってますの。おい、なんでアセント来ないんだよ。バイバインドッタリンレスザボーイツに囚われてモテるやん。